今日はですね、リクエストがちょっと複数ありまして、日本保守党という政党がね、まあ、私は今から、まあ、5ヶ月ぐらい前に、総本空中分解するという話をした、受けるような形でね、ちょっと今、内部分裂に近いというか、はい、主要な候補で補欠選挙にも出てた、桐山あかりさんという方がいるんですけど、飯山あかりさんがね、百田と有本はもうクズだという話を延々とされておられますと。で、ちょっとこの顛末とね、我々が政党を見るときに大事なことというのをね、ちょっと改めて少し述べておきたいなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録、皆さんぜひお願いいたしますね。9万人の壁をね、ちょっと超えさせていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。で、あとは、マイナ保険証についての新刊が引き続き継続的に売れておりますので、ぜひ、ご購読をいただけたらなと思います。土曜日関連のイベントをちょっと東京でやるんですけど、はい。興味ありましたら、まあ、申し込んでもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。で、ちょっと早速ね、本題入っていきますけど、ちょっとリクエストがあったんで、まあ、僕も、いや、めんどくせえなと思いながら、一応、その、飯山あかりさんのね、最近ちょっと暴露芸人みたいになってるんで、直近なんかライブ放送みたいなのをされてるのを、そうですね、足掛け6本ぐらい見たのかな？多分6本ぐらいだと思うんですよ、直近。6日ぐらい前から、その、日本保守党っていうのがどんぐらいクソみたいな集団みたいな話をずっとしてるんです。はい。で、一応なんで、その6日前から始まったかで言うと、まあ、その衆議院の候補者に飯山さんが入ってなかったからなんでしょう。で、これは、傍から見てても、飯山さんって、その、15区の補欠選挙に出てね、まあ、それは全然当選のラインには行きませんでしたけど、まあ、2万2千票ぐらいで取ったんですかね。で、想像以上にこう、善戦したみたいな話になり、ある種の日本保守党これから来るぞみたいなことを言ってる人たちにとって飯山さんって本当は大事な候補のはずなんですよ。で、その飯山さんがなぜか候補に入ってないと。で、なんでなんだっていう、そういうね、考えを持つような人が、まあ一定数いる中で飯山さんが満を持してね、まあこの間黙ってましたけどということで、百田有本軍団との、まあ、確執をここ本当毎日話してるというところなんです。飯山さんの話と、まあ、百田さんとか有本さんのツイッターとかも、まあ、バーッと見た感じの話で、ちょっと簡単にどういうね、揉め方してるかを少しだけ述べておくと、まあ、そう、飯山さんが、まあ、例えば15区の補欠選挙に出た時に、翼の党ってあったじゃないですか、逮捕された。で、翼の党って、まあ、別に飯山さんに対してだけじゃないんですけど、こう、とつりますみたいなことをやってたじゃないですか。で、とつりますって、明日とつりますみたいなことを黒川さんがツイートしてて、当時。で、これ来たら嫌なんですけど、みたいな、どうしたらいいんでしょう、みたいなことを、まあ、飯山さんは当時思ったらしいんですよ。で、百田さんに相談したら、まあ、わしが何とかすると、言ったらしいんですよ。まあ、おお、男らしいなと。さすが愛国者だと。いうふうに思ったらしいんです、当時の飯山さんは。いざ、なんかとつられたら、なんか事務所とかまで押しかけてきたんですよね、確か。で、いざ取られたら、どうなったかっていうのが、まあ、いかにも百田尚樹らしいエピソードなんですけど、その、いや、わしが行くと。わしが山で立つと。言ってたくせに、いざ来た瞬間に、いや、なんか、飯山さん、ちょっと、黒川がなんか、質問答えたら帰るって言ってるから、ちょっと相手してくんないみたいなことを言ったらしいんですよ。はい。で、自分は逃げてるわけですよ。いかにも、百田尚樹らしいエピソードというか、まあ、世の中の愛国者ってまあこんなもんですよね、みたいなのが よくあるじゃないですか。LGBT 法案の時にね、これは絶対許せないっつってトイレに駆け込んだ人とかいたじゃないですか。いざ反対票投じるのかと思ったら、トイレ行ってました、みたいなこと言ってた人いましたけど、まあ、あれと近いものがあって、まあまあ、口で愛国とか言う人間たちがね、いかに、まあ、大層なものかっていうのがわかるわけですけど、まあでも飯山さん曰くね、これ以外にも、いろいろ、なんか意見してたらしいんですよ。例えば、なんか、街宣車乗って歌歌うとかっていうのやってたらしくて、で、そういうのやめてほしいとかね、いろいろ意見言う人だったらしいんですよ。で、ご承知の通り、まあ、日本首都って百田尚樹の、まあ、絶対王朝国家みたいな政党なわけですよ。百田尚樹に意見することは許されないというか、
直樹に対して意見する何か場があるとか、委員会があるとかそういうのもないし。で、その百田直樹に意見を言う人いない前提で組織ができてるんですね。で、宮さんがまあいろいろこう言う人だったんで、百田直樹という人はね、こういろいろと溜めかねてたんでしょうね。選挙終わるまではなんとかこう思ったけど、その後こう疎遠になっていったっていうまあオチがあると。で、その後もね、まあ飯山さんがいろいろと言ってらっしゃるのが、例えば、こう自分がね、選挙のお世話になった人を招いて、お疲れ様会で、慰労会みたいなのをやろうとしたと。で、もちろん百田は森本両名も呼ぼうとしたと。呼んだけど来なかったらしいです。他の人は来たみたいで、で、百田有本以外で、こう、選対の人たちと一緒に、まあ、飲み会みたいなのをしたと。うん、で、百田有本なんで来ないんだと思ってたけど、その後になんか分かった話として、百田有本主催で自分だけ呼ばれずに、ベッドバタなんか飲み会やってたとかっていう話が、まあ、出てきたりしてるんですね。こういうので、決裂して、後の話なんですけども、なんか最近ね、飯山さんの動画って、めちゃめちゃバットボタンつくし、ライブチャットとかすごいことになってるんですよ。もう飯山お前は精神病だとかね。あとは何だろう。なんかこう、女のくせにみたいな、いわゆるコテコテのミソジニみたいなおっさんが退去して、で、なんか飯山は黙ってろみたいな、こう、マンスプレーニングみたいなのをずっとしてるんですよ。で、飯山さんが、まあそれとバトってるっていう構図にあって、まあ飯山さん、普段、平素ね、自分がやってることを顧みた方がいいんじゃないですかっていう、まあ、ツッコミは当然できるわけですけど、いずれにしても今、百田信者みたいなのと、ずっとバトルしてるっていうのが、まあ、ここ最近、起きてることなんですよ。で、百田さんは、まあ、じゃあ、有本さん、あ、飯山さんは、まあ、日本保守党みたいなのはね、絶対投票しちゃダメだよということも暗に示すわけですけど、まあ、その飯山あかりさんがね、勝手に一人で言ってるだけなのかっていうのに対して、まあ、その、長谷川幸宏っていうね、東京新聞にいた、有名な、そこまで言っていいんかって出てる人がいると思うんですけど、あの人が、こう、ある種援護する形で、日本保守党は、おかしいぞ、ということを言ってるんですね。飯山さんが言ってることが、まあ、自分も応援演説行ったりとかしたっていう話してたんですけど、飯山さんが言ってることは基本的に正しいと思うみたいな話をね、最近ずっとしてて、長谷川幸宏の動画もバットボタンいっぱいつくようになってるんですね。百田直樹のね、やっぱね、パワーすごいというか、僕も日本保守党の話題を5ヶ月前とか11ヶ月前に取り上げたことがあって、まあ双眼空中分解するっていう話をしたんですよ。で、その組織の手を成してないと。っていう話したらね、めっちゃバットボタンついてたんですね、当時。やっぱりそういうなんか、百田警備員みたいなのがいるんですよ。ネットに。結構な数いるんですよ。はい。で、まあ、長谷川幸宏さんと飯山あかりさんは今、百田信者の、まあ、猛攻撃を受けていると。いうところで。で、まあ、ここまではそのことテーマです。まあ、この後、興味ある人はね、いろいろ、飯尾さん動画とか見てもらえればなと思いますが、僕はね、やっぱね、最近ちょっとまあ、政局予想とかね、得意でもないことを変なことして、総理予想とかね、してね、ちょっと外したんで、もうその辺の政局予想についてはもうボンクラだということはね、ちょっと辞任してますけど、やっぱね、僕、やばいやつフィルターっていうのはね、正しかったんだなって思ったっていう、ちょっと総括をしておきたいんですけど、この機会に、信頼を損ねたね、部分をちょっと取り返しておきたいなと思うんですけど、僕はね、日本保守党については、今から11ヶ月前に一度取り上げてるんです。あと、補欠選挙があった時にも一度言及してるんですね。興味ある人は、ぜひ見てみてください。11ヶ月前に本当にちょうど取り上げてます。で、僕、その11ヶ月前もね、5ヶ月前も、まあ同じこと言ったんですよ。で、それ何なのかっていうと、その規約がね、組織の体を成してないという話したんです。だから、たまたまなのかもしれないですけど、飯山さんとね、長谷川さんがね、今更気づいたのかとばかりに、日本保守党はちょっとこれ組織として体成してないぞと、規約読んだらという話してるんですよ。はい。飯山ファン、長谷川ファンはね、ちょっと私のことをちょっとぜひね、この機会評価していただきたいなと思うんですが、僕は本当にね、11ヶ月前のね、この政党がもう作りますって言って、最初に僕見に行ったのが規約だったんですね。で、もうこれは組織の手を出してないと。言って、で、まあ結局こうなってるんですよ。で、規約がね、やっぱね、ちゃんとできてないっていう政党は、そのガバナンスが効かないというか、いわゆる、その属人的な人間関係だけで組織運営がされていくわけですよ。だから百田が気に入らないとなれば、もう飯山パージ。長谷川パージーになっていくわけですよ。うん。有本さんも場合によっても何かのタイミングでパージされる可能性あるわけですよね。で、百田さんがいなくなればもう党はなくなるわけですよ。
で、百田さんはツイートで最近もね、選挙前とかに言ってるんですけど、なんか、自分はね、後先長くないと、癌になったし、とかっていう話して、で、そのなんか、後継者を見つけてね、譲りたいみたいなこと言ってるんですけど、このね、党規約をやっぱ読むとね、おおよそ持続可能な組織を作る気があるかって言うと、やっぱ怪しいわけですよ。うん。ちょっと僕のね、最近下がった評価を、ちょっとぜひ上げてもらいたいということで、改めてちょっと復習しておきたいんですけど、100、日本はちょっとね、後期しかないんですよ、規約。少ないんですよ、まず。言ったんです。当時も言ってたんですよ。どう考えても、少なすぎるだろうと。で、僕が一番大事だって言ったことは何だったかっていうと、代表を選ぶ手続きがないっていう話したんですよ。これすごいことなんですよ。代表の任期もなければ、代表がどのような形で選ばれるかは書いてないんですよ。書いてないでしょ？これ全部ですよ。はい。全部書いてないですよ。で、党員についても当時話してたんですけど、飯山さんはね、同じこと言ってたんですけど、これ党費払うんですけど、党員が、何ができるかっていうのはないんですよ。総会に参加できるっていうのだけなんですよ。メールで、なんかここの会場でやりますとか、YouTube でこれで見れますみたいな案内来るだけで、はい、単なる課金ユーザーみたいな感じなんですよね。で、まあ、別に党員の権利自体が、なんかその投票権のあるなしとかっていうのはね、別になくていいと思うんですよ。結社の自由があるんで。ただ、まあ、代表をどう選ぶかは書いてないのはちょっとまずいだろうと。うん。上場企業ですよ。国政政党っていうのは。で、なのに、どうやって代表を選ぶかって言いたいって。例えば、百田さんがね、それこそ、まあ、その前、癌になってましたけど、その時は治ったからよかったですが、なんか病気になりましたとかってなってね、やめますってなるじゃないですか。病気があるんで。でも、これ、決めてないんですよ。どうやって次代表選ぶか。どうやって決めるかって言ったら、これはまあ、物理的に可能なやり方は一つで、朝鮮民主主義人民共和国方式しかないわけですよ。それだから、キム・ジョンイルが、キム・ジョンウンを後継者指名して、キム・ジョンウンが箱に収まったのと同じで、それしかないわけですよ。で、登記申請のところで、自分たちお互い合意して、名前を書いて、ハンコを押す以外の入れ替え手続きがないわけですよ。で、百田さんが、まあ、突如ね、意思疎通が取れない人になったとかっていう可能性も出てくるわけじゃないですか。そういうふうになった時にはもっと困るわけで、これは普通そういうの想定して書いておくんですよ。あんま悪いこと書くのは良くないっていう人いるかもしれませんけど。で、百田さんがでも、例えばハンコつけませんとか、意思確認できませんみたいなのになった時に、じゃあもうこの党終わりじゃないですかってことになるわけですよ。その私文書偽造してね、百田さんの印鑑勝手に押すわけにはいかないわけでしょ。じゃあもう存続できないじゃんってなるわけです。はい。それは別にこれ党だけじゃなくて、内閣総理大臣だって、内閣総理大臣なんかあった時はとか、何か対応できない時は官房長官がやるとかって書いてあるでしょ？同じなんですよ。財務大臣が動けない時は財務副大臣が対応するとか、書いてあるんですよ。これがガバナンスってやつでしょ。属人的にならないために、何個かも、ある人が欠けた時に、抜けた時に、どうやって対応するかっていうのを順にね、まあ最悪の最悪ぐらいまでは一応想定して書くわけですよ。うん。で、それが何もないんですよ。はい。何もないでしょ。なんか飯山さんのなんか謎の解釈では、党の代表誰選ぶのかっていうのがね、ちゃんと書いてないって言ってたんだけど、なんか役員が選べるって言ってて、で、役員はでも代表が決めるから、結局、どうやって決まるかわからないみたいな言い方してたんですけど、まずね、役員の決め方も書いてないし、何も書いてないんですよ。はい。何も書いてないんですよ。こうやって見たら。いきなり幹事長という概念が存在してるだけですよ。事務総長とか。で、事務総長も幹事長も、どうやって選ぶかって書いてないんですよ。こうやって見たら。すごい組織でしょ。いきなり役職名出てくるんですよ。普通じゃないでしょ。っていうのを僕11ヶ月前にちゃんと言ってたんですよ。で、その時何言ったかって言ったら、いや、令和新選組もひどいけど、令和新選組よりひどいと。令和新選組っていうのはね、規約が確かにあって、代表選抜方式書いてあるんですよ。こんだけマシなんですよ。ただ、山本太郎独裁条項みたいなのがあって、その規約に定めなきものは代表これ勝手に決めるみたいな条項があってね。で、それかなりできる範囲広すぎないかみたいな。ガバナンスとしてどうなんだっていうのは、これ結構僕以外もよく指摘してることなんですけど、令和新選組でもね、代表選抜方法ぐらいは書いてあるんですよ。一応選挙やってましたから。大石あきこ、食いしぶちまりさん、あと、
古谷さんが出てたのかな、4人でやってたじゃないですか。これ選挙の仕様がないんですよ、これ。書いてないから。すごいもんですよ。参政党はね、日本保守党レベルだっていう話したんですけど、参政党は、あれですよ、松田学代表がね、いて、でも神谷宗平さんで副代表やのに、松田お前やめろっつったら、松田さん飛んだんですよ。はい。それ副代表がね、いきなり代表をね、勝手に辞めさせるってどういう方式やねんって感じじゃないですか。で、別に規約とかになんかあるわけじゃないんですよ。規約何も決めてないんですよ、参政党も。参政党はみんなで決める党みたいなことを言って立ち上げたんだけど、そう、みんなで決めるっていうのは現実的じゃないってなってきて、それはだって人数多すぎますもん。どうやって決めるかわかんないから、まあまあ、そういうなんか、なあなあにしてたがゆえの、帰結として、まあこういう問題が起きたわけですよ。はい。一応、維新とか立憲民主とかやっぱね、ちゃんとしてますよ、その辺は。まあ維新はね、内規とかの運用がちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、それっぽいのはちゃんと作りますよ、そら。事務方がちゃんといてね。で、そういう新しい政党って基本的に昔からある政党のやつパクった方がいいはずなんですよ。自民党とか共産党とかのね。で、立憲民主党って、まあ、最近できた中では比較で新しい政党ですけど、これ有名な逸話があってですね、党を作ると。希望の党から外された人たちが作るってのがあったんですよ。当時、枝野幸男とか、辻元清美とか、まあ、何人かいたんですけど、で、枝野さんは、何してたのかっていうエピソードで、で、まあ普通金集めようってなるんですよ。金集めるのは大事なんですけど、金集めるのと規約を作る人をこう分けて、で、その規約を作るっていうことに時間をかけたというエピソードがちゃんとあるんですね。はい。これまあその立憲民主党をね、かなり批判される方も最近多いと思いますけど、まだね、この日本保守党とはレベルが違うなっていうエピソードではあるんですよ、やっぱり。全然レベルが違うというか、その規約を作ろうとするというところを、創業時に力を入れるっていうことが、やっぱり、その、なんていうんですか、組織の体を成してるか否かみたいなの、線引きでしょ？まあ、日本を一つ比較するのもね、かわいそうなレベルだと思いますけど。はい。まあ、もちろん、立憲民主党も、まあ、今回、比例で復活、公認された方をね、その、党規約に準じないというか、よくわからないガバナンスで、首飛ばしたことあるんで、それはまあそれで問題なんですけど、一応でも規約は作った上でちゃんと運用できてるかっていう、また別の問題はあるんですが、その運用に入る前の段階で、これ規約ちゃんと作ってなかったら話にならんでしょっていう、まあ、ことですね。はい。運用もクソもないということです。っていうのをね、まあ前も話したんですけど、今回こうなって、で、まあ今はね、ちょっと河村たかし選挙出るとかで、まあ河村たかしとか多分選挙通って、まあ東海ブロックで議席取る可能性も十分あるかなと思うんですけど、まあ河村たかしとまたすぐに百田直樹とか揉めてもおかしくないですよ。うん。もう両者の人間関係だけで担保してますから、その組織としての存続を。それ以外何もないわけじゃないですか。例えば、なんか誰が、そう、服毒申し立てをする機関が別にあるわけでもないし、そう、どっちが明確に上で、どっちかの命令に従わないといけないとかっていう指揮命令系統になってるわけでもないし、はい。何も決まってないんですよ。これね、規約とか、なんか手を成してないんですよ。本当に。何回見ても。ということで、ぜひね、政党を見るときは、まず、規約を見る。そうすることで、その政党の未来が見えるということを改めてちょっと強調しておきたいと思います。N 国も、これ多分一番初め話し始めた N 国のお家騒動のときからなんですけど、やっぱ N 国、令和、参政党、日本保守党、まあ、ちょっとね、やっぱね、規約がひどいっす。令和はこの中ではまだマシになっていうぐらい、ちょっと他もひどいんですよ、本当に。N 国はね、代表名を固有名詞で直書きしてたっていう、ネタみたいな話がありますけど、まあ、余談ですが別に選挙をやればいいってわけじゃないんですよ。なんか民主的にね、党員が投票できないからダメだみたいなことを、長谷川幸宏とか言ってるんですけど、別にそんなことなくて、なんでかというと、党員って、一人でね、何人分にもなれたりするから、借り物言わせられちゃうんですよ、極端な話。だから、あんまりね、党員が、直接民主制的に代表を選べるとかにしとくと、乗っ取られる可能性あったり、なんか歪められたりする可能性は、やっぱ潜在的にあるんで、例えば自民党みたいに、そう、1段階目ある程度、増員の意思を反映するけど、2段階目ではさらに緩くするとかっていうふうになるのは、
まあ、組織防衛としてはね、仕方ない部分はあるんですよ。立憲民主党も同じじゃないですか。で、これは良くないっていう人もいるんですけど、まあ別に有権者みたいに一人一票っていうふうにガチッと担保できるわけじゃないので、そこはね、全員が一人一票で選ぶことイコール組織として健全だというわけではないということは、まあちょっと、述べておきたいなと思いますね。うん。まあ、共産党は逆にだから、そういう投票っていう行為によって代表選をやらないからダメだっていう意見がよくあるんですけど、組織の代表選をやらないことが僕は問題だとは思わないですね。どっちかというと、だからその規約の運用上、ある種理不尽だって感じる人が出てくる仕組みはあると思うんで、別に選挙をやること自体が正しいとは思わないですけど、例えばその、なんて言うでしょうね。今僕が例えば共産党で問題だと思うのは、党員と党職員って兼ねてるんですよね。で、その党職員っていうのが、解雇みたいなのに近い状態になってる。で、なんかこうね、声が何人かから上がってるんですけど、その、党に雇用されてるみたいな関係でありながら、ある種の、こう、共産党の党の、まあ、規約に違反するような状態になったときに、そう、規約に準じて、労働者としてまで首を切るっていうことが、果たして正当立化できるのかっていう問題があるんですよ。で、共産党側はそれはいけるっていう立場を取ってるんですけど、僕はね、やっぱね、労働者性が入ってくるとね、その規約に準じてないから即アウトってやっぱね、言いにくいのかなと思って、松竹さんとかみたいに、ピー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 外で言ってます。でも別に党職員じゃないですっていう人は、もう結局には、首切りますが、僕全然いいと思うんですよ。そう、組織防衛のあり方としてね。まあそういうお考えなんですねっていうことだと思うんですけど、ただまあ、その、労働者制ってなってくると、いわゆる筆者の自由の範疇を超えてくるのかなと思うので、まあそこはね、なんかの判例が出た時に逆回転して、共産党がすごい、こう返り血を浴びるみたいな展開になる可能性は否定できないかなと思います。ちょっとあれはあんなの見てると危ういというか、別に共産党支持されてる弁護士の先生とかもね、あのやり方ちょっと危ないっていう人いるんで、まあ、僕の感覚はそんなに突飛なものではないのかなと思います。まあ、いずれにせよ今日の話は、こんぐらいにさせてもらおうかなと思います。ご覧いただきまして、ありがとうございました。